チャック万丈ネチャック万丈ネは、アメリカのトランペット奏者、フリューゲルホルン奏者、作曲家、ジャズフュージョンの活動で知られる、イーストマン音楽学校卒業。ニューヨーク州ロチェスターに、シチリア系の両親の間に生まれる。幼少からトランペットを学び、1960年から実家、実刑、キャスパー・ギャップマンジョーネと、ザ・ジャズ・ブラザーズというハードバップジャズバンドを結成。 1965年、アートブレイキーのバンドにも参加し、名を挙げた。1960年代後半頃、トランペットからフリューゲルホルンに楽器を持ち替えフュージョン方面に音楽性を転向した。ラテンテイストをふんだんに取り入れたメロディアスで心地よいナンバーを次々と発表し、全米で大ヒット。1976年アルバム悲しみのベラビアでグラミー賞を受賞。 1978年にはアルバムサンチェスの子供たちで2度目のグラミー賞を受賞した。代表曲フィールソーグッドは全米のヒットチャートでトップ5入りし、同タイトルのアルバムはビルボード200のトップ2を獲得、ジャズでは異例の大ブレイクを記録した。1980年の栄光を目指してはレイクプラシッド東京オリンピックにちなんで制作され人気のある曲である。満場は フュージョンというジャンルのリスナーに愛されたミュージシャンであった。ありがとうございます。